それでは、初めに、株式会社一ノ倉経営企画室主任、星康子様から事例紹介といたしまして、有機米を用いた純米酒の製造と販売について、ご説明をいただきます。星様におかれました、会場の席の移動をお願いします。で、この間に私の方から、星様のご紹介をさせていただきます。まず星様の所属しておられます、株式会社一ノ倉様は、1973年に、4社の経営統合で誕生したということでございます。この時、当時存在した国による日本酒級別制度にこだわらず、飲み手のための酒という意味で、醸造を命名した、無鑑査本醸造辛口の、一ノ倉、これが大ヒットをして、一躍全国銘柄になったということと聞いてございます。それから同社は、農業から酒造りを考えるということで、松山町酒米研究会を発足させられまして、有機栽培や環境保全型農法のお米に積極的に取り組んでおられるということでございます。また、日本酒の垣根を越える革新的な日本酒の開発ということで、スパークリング清酒の部門で賞を受賞されたりもしておられます。星様におかれましては、平成3年に入社されまして、日本酒の意外性を実感できるような商品開発に取り組んでおられるということで、現在は同社の SDGs のご担当で、グリーン施策の窓口ということをやっておられるということでございます。では、星様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、お酒の一ノ倉の星と申します。本日は僭越ながら、有機米を用いた純米酒の製造と販売に関します弊社の取り組みについて、周辺の話題も挟みながらご紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。次お願いいたします。次のページお願いいたします。はじめに、一ノ倉は宮城県の米どころ、大崎平野に蔵を構える日本酒の蔵元です。弊社は自然との共生を大切にし、伝統を守っていくこと、お客様に満足していただくこと、地域振興につなげることを酒造りの原点として、宮城県内の酒蔵4社が1つになって、昭和48年に誕生いたしました。現在も、創業時に掲げた手作りの仕込みによる高品質の酒造りを忠実に守り続けております。地元宮城は日本有数の米の産地で、弊社のお酒は主原料である米のほとんどに宮城県産米を使用して、商品の特性に合わせて10種類程度の米を使い分けております。そんな酒造りに欠かせない米の調達に大変苦労した年がございました。戦後最悪の大凶作と言われた平成5年のことです。この年の作況指数は全国で74、宮城県は37と非常に大きな打撃となりました。このような気候災害に見舞われても、平年並みの収穫量を上げている農家がいらっしゃる。それは有機栽培に取り組む農家であるということを知りまして、こうした農法が人や環境に優しいだけではなく、冷害対策にもなるということを学びました。次のページをお願いいたします。これらの経験が転機となりまして、平成7年に地元の農家の方々と松山町酒米研究会を発足いたしました。現在の会員は21名で、そこに一ノ倉農社も加わって、令和4年度のにつきましては6つの品種と3タイプの栽培方法で酒米を作付けする予定でおります。昨年、宮城県の米が基幹作物ということで、そのお米を通じた農業振興への取り組みが評価されまして、宮城県農業協同組合中央会から折座賞をいただきました。先日、酒米研究会の役員の改選が行われたんですけれども、役員の平均年齢が40歳代と若返りが図られたということもありまして、今後もより一層
親密な意見交換を目指したいということです。次のページお願いいたします。一の蔵農社はと言いますと、平成16年に弊社の農業部門として一の蔵農社を立ち上げました。ちょうど同じ年に地元松山町が農業特区の指定を受けたということもありまして、翌年の春から本格的に農業に参入いたしました。現在では地元農家からお借りした農地およそ20ヘクタールを使って米作りを軸にした活動を行っております。酒造用米の栽培技術向上に努め、その成果を酒米研究会の農家の皆様と共有し、原料米の品質向上と持続可能な農業への取り組みを推進しております。このように原料米調達の危機に直面したことで、農業と酒造りの持続可能性を真剣に考え始めたわけですが、最近では先ほどご説明にもちょっとありましたけれども、緑の食料システム戦略でも取り上げられている SDGs の観点で、環境についても合わせて考える機会を得ました。で、少しご紹介したいと思いますが、次のページをお願いいたします。水田は地球温暖化の原因となるメタンガスの主要な発生源とされており、かつては稲作そのものが否定的に見られていた時代もありました。しかし農業と環境との関連について詳しい調査が行われた結果、水田はさまざまな役割を持っていることが分かりました。ご存知の方が多いと思いますけれども、それらは水田の多面的機能と呼ばれていて、洪水を防ぐ機能とか、水資源を寛容する機能、生態系を保全する機能などが挙げられており、国民生活や経済の安定に幅広く貢献していると言われています。お米の需要があれば、あぜの修復や用水路の草刈りなど、水田のメンテナンスがきちんと行われます。管理が行き届いた水田は、多面的機能が十分に発揮されて、多くの人々がその恩恵を受けることができるとつながっていくわけですが、そのような筋道で考えますと、お酒作りでお米を使えば使うほど、田んぼの多面的機能を促進することができるのではないかという、そういった新たな気づきもございました。一方で、高齢化や農村地帯の過疎化によって思うように進まないという現実があります。一の蔵農社では、共同農業用水路の地域活動に参加したり、あるいは遊休農地になりそうな農地を借り受け、状態に応じて米やそばなどを栽培しています。そのような活動も田んぼの多面的機能の維持に役立つと考えております。米作りに関しましても、化学農薬や化学肥料を従来の半分以下に減らし、環境に配慮した栽培方法に取り組んでおります。一の蔵農社単独では、環境保全型農法をメインに行っておりますので、有機米の生産は行っておりません。有機米につきましては、近隣の地域から調達しております。次のページをお願いいたします。その有機米の調達とお酒の製造についてご紹介したいと思います。弊社で使用する有機米は、主に登米市、大崎市、栗原市などから調達しております。JA 宮城登米におかれましては、いち早く環境保全米運動を組織的に面で展開した環境保全米の先駆者です。また地元大崎市田尻の株栗沼周辺では、冬季淡水水田、いわゆる冬水田んぼの取り組みが研究機関や NPO 団体、地元の農家の方々と連携して行われました。このような背景もありまして、近隣の地域から有機米を調達することが可能になっております。調達に際しましては、認証機関が行う JAS 有機栽培ヒアリングや、現地確認に担当者が同席し、また直接購入の場合には集荷にも立ち会っております。さらに年度計画は書面で共有する。必要に応じて生産者様や JA 様を訪問して顔を合わせるなど、
も連携の強化や関係づくりを心がけております。調達で苦労していることとしましては、一部の圃場が JAS 認証されず計画数量が購入できないケースがあったり、集荷段階で依頼していた数量に満たないケースがあるといったことです。そのような場合には購入数量に見合った仕込みに変更する、あるいは仕込みスケジュールを延期するなど、社内の関係部署が連携して対応をいたしております。次のページをお願いいたします。酒造りにつきましては、弊社の総当時に話を聞いてまいりました。有機米は毎年起こる気候変動に対してもほぼ同じような品質の米になるようです。つまり米の形質が安定しているため、精米から始まる一連の作りの再現性がいいということでした。これまでお世話になってきた有機米栽培農家の方々は、米作りに対して並々ならぬ強いこだわりをお持ちです。弊社で有機米を使い始めた頃は、農家の思いがお酒にどう反映されるのか、大変興味があったそうです。そのようにして、もろみを注意深く観察していると、あくまでも感覚的な部分ではあるけれど、観光栽培で作られた同じ品種の米と比べて、もろみにできる泡の形とか、もろみの香りに違いが感じられるということです。仕上がったお酒につきましても、まろやかな印象と独特な甘みが感じられます。平成12年頃から有機米は使っておりますが、いまだにこれらの理由を客観的に説明することは難しい。でも手応えを実感していると話しておりました。次のページをお願いいたします。現在有機米を使用した代表的な商品は3つございます。まず左端の商品ですけれども、平成5年の記録的な冷夏を経験した後、平成13年に有機米を用いたお酒として最初に飲まれました。こちらが有機米仕込み特別純米酒です。真ん中の特別純米酒冬水田んぼは、田尻の株栗沼周辺で栽培される陶器淡水米を使用した商品です。株栗沼周辺は世界農業遺産やラムサール条約湿地認定で知られておりまして、陶器淡水米は微生物や渡り鳥など多様な生き物の働きによって育まれた豊かな土壌、それから農薬や化学肥料に頼らない栽培方法で自然と共生しながら作られております。右側の特別純米生酒薄濁り、こちらは今年の新商品で、今月から販売を始めております。大崎高度で知られる涌谷町の特農家白畑進さんが作る有機笹錦を用いております。さらりとした口当たりながら米のうまみをしっかりと楽しめる薄濁りに仕上げております。笹錦は昭和38年に宮城県で誕生した品種で、あっさりとした食味で食用米として一般には食されておりますけれども、弊社の総当時が笹錦と同い年という偶然の巡り合わせもありまして、より思い入れを持って、お酒作りに使っているということでございます。次のページお願いします。やはりそれぞれに課題がございまして、こちらに簡単に整理をしてみました。まず原料調達では、やはり除草とか病害虫対策、それから生産に見合った価格で安定的にお取引いただける先の開拓と維持継続、あとは農家の高齢化に伴う有機農業自体の継続性といった課題が挙げられます。酒造りにおきましては、有機米の良さを引き出すことでお客様にもご好評をいただいておりますが、これに甘んじることなく有機米を用いるメリットというものをさらに探っていく必要があると考えております。販売面では
同じ有機米であっても栽培方法や品種が違い、それぞれに特徴があるということなど、お米の価値自体をお客様にしっかりとお伝えしながら、各商品の認知度を上げていくことが課題だと思っております。ここまでが弊社の有機米を用いた、純米酒の製造と販売に関する紹介となります。先ほどもテーマから少し脱線しまして、SDGs に関する話題を紹介いたしましたが、もう一つ、二酸化炭素のゼロエミッション化に関連付けまして、クリーンエネルギーを活用した商品をご紹介したいと思います。次のページをお願いいたします。商品名はマデナです。マデナは加温熟成という手法で作る、日本酒では珍しいお酒です。この製法を思いついたときに、まずどうやって加温しようかというふうに考えました。普通であれば電気、この場合には再エネ関連以外のという前置きが必要かと思いますけれども、普通は電気で温める温蔵庫などをイメージすると思いますが、もっと商品としての特徴が欲しいということで、鳴子温泉の地熱に着目をいたしました。開発当初は商品の付加価値という切り口で進めておりましたが、気がついてみるとクリーンエネルギーを使うことによって温室効果ガスの排出量を削減した熟成方法にたどり着いたということにもなりました。参考までに二酸化炭素の排出量を計算してみたんですけれども、弊社から鳴子温泉までの往復100キロの輸送を含めましても、電気を使った温蔵庫の300分の1まで二酸化炭素の排出量を削減していることが分かりました。地熱を活用した熟成条件の確立までにはかなりの工夫と努力が必要でしたが、商品の付加価値になりうるということはもちろん、その成果が地球環境の保護に貢献しているということを具体的な数字で評価することができたと思っております。ちなみにネーミングの由来なんですけれども、マデイラワインというワインがあるんですけれども、こちらの製法を応用したということと、宮城県の方言マデナ、丁寧なとか待ってという、そういったことを掛け合わせた造語になります。丁寧な酒造りと、それからお酒の熟成を待ちわびる気持ちを表現してみました。次お願いいたします。最後になりますが、そういったことで今後も酒造りを起点にした環境保全活動や農業振興を続けてまいりたいと思っております。中でも農業は酒造りの基盤であり、持続可能な農業は日本酒という伝統産業の持続可能性と切り離すことはできません。この度の緑の食料システム戦略に大きな期待を寄せつつ、弊社の事例紹介を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。